いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2008年モデル、ポルシェボクスタータイプ987を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、右フロントフェンダー、右ミラーに飛び石、右ドア複数箇所、右サイドステップ、右ドアエッジ、左ドア複数箇所、左リアアルミホイールに傷、左フロントフェンダー、左ミラー、リアバンパーに線傷がございます。走行距離に関しましては約5万キロ走ってるお車です。外装色はアークティックシルバー、インテリアはブラックレザーが採用されております。弊社でも高い人気を誇る987型のボクスターでございます。こちらのお車に関しましては、扱いやすいサイズ感と高い走行性能に加え、オープンドライブもお楽しみいただける1台となっております。ヘッドライトに関しましては、キセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には19インチのアルミホイールが装備されております。続きまして、エンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 2.7 リッター水平対向6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は245馬力でございます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース、フロントトリアが用意されております。大きいサイズのボストンバッグを複数個収納することが可能です。続きまして、インテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。変速に関しましてはステアリングのスイッチにて可能となっております。ナビゲーションに関しましてはカロッツリア製のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては5速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましてはスポーツモードが用意されておりますので、より刺激的なドライブが可能です。またセンターにはスポーツクロノパッケージによりスポーツクロノが装備されております。両席に関しましてはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。ではソフトトップを閉じます。開閉に関しましても問題なくスムーズに動作が可能です。こちらがソフトトップを閉じた状態でございます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2008年モデルポルシェボクスタータイプ987を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約5万キロ走ってるお車です。未だ根強い人気を誇る987型のボクスターでございます。こちらのお車に関しましては、
245馬力を発揮するエンジンと5速のオートマチックシフトにより軽快なスポーツ走行が可能な1台となっております。またハードディスクナビゲーションやシートヒーター、バックカメラなど快適装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。